こんにちは、りょうです。えー、それではね、今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います。今日のテーマはこれですね。 ブラック企業の見分け方。やばい会社を避けるための注意点3つと、えー、こういうテーマでやっていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。えー、質問いただきました。ここですね、えー。学長の動画を毎朝視聴するようになり、人生をより良くするぞという意欲が湧くようになりました。長く今の職場で働いてきましたが、現在30代後半ということもあり、本気で転職を考えています。ただ、転職先がブラック企業だったと思うと怖いです。 私には妻子もいるので気軽に何度も転職し直すというのは難しいです。入ってみないとわからないというのは重々承知なのですが、もし学長が転職されるとして、できる限りブラック企業を避けるとすればどうされますか転職活動のヒントにさせていただきたく教えていただけると嬉しいです。ていうね、えー、こう質問いただきましたんで、えー、結論から言いたいと思います。 質問者さんがおっしゃる通りね会社の本当の実態っていうのは入社してみないとわからないんですね結局のところはね入社してみたとしてもわかるまでしばらくかかるっていうこともあるぐらいなかなかねわからないっていうことも多いんですねとはいえできる限りの情報を使ってブラック企業を引いてしまうっていう確率を下げたいのが人情ですよねなんで、えー、僕もそうすべきだと思いますできる限り避けるべきだと思いますなんでこの動画ではねブラック企業の見分け方っていうのを徹底解説したいのとブラック企業は絶対嫌だっていう人が最 最低限守るべき3つの注意と、えー、以上についてしっかり解説したいと思いますので、えー、ブラック企業で苦しむってことを事前にね、えー、防ぎましょう。で、前提なんですけど、ブラック企業の定義ですね、一体どういったものをブラック企業と呼ぶのかってことなんですけど、ブラック企業の明確な定義ってないんですよね。えー、で、この動画ではこんな特徴のある企業を指して、ブラック企業と呼びましょうと。 長時間労働ですね。とか、ハラスメントが常態化していると。それから残業代とか手当の未払いとかの違法労働が行われていると。それから採用離職が繰り返されて、社員が使い捨て状態になっていると。社員をもう全然大事にしていないと。そういったね、企業、をブラック企業の定義として話していきたいと思います。で解説ね、いきたいんですけど、見分け方1と。自分でやばい会社、ポイント8つをチェックすると。チェックポイントは8個ですね。 えまずは自分で調べられることを調べていきましょうということになりますやばい会社にありがちなポイントを8つチェックリストにしてみました、えー、1つでも当てはまってたら必ずアウトってわけではないんですねでも当てはまるものが多いんだったらよくよく警戒しておいた方がいいですよってことですね1つ当てはまったからイコールブラックってわけじゃないんですねなんだけど、えー、ここをねあんまり当てはまるようだったら警戒しましょうとでブラック企業を選んでしまってから後悔するのは肉体的にも精神的にも辛いんで、えー、これらねよくチェックしてもらえたらと思いますで 会社ポイント1つ目と、過去に法令違反がある会社ですね。えー、過去に法令違反を行って処罰を受けてるという会社には要注意しましょうと。ななぜなら 不正を行う企業っていうのは不正を行う文化を持ってるからですね。一回やってもね、是正されてたらいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、何回でもやるんですよ。不正は繰り返されますと。やる企業っていうのは何度でもやるし、やらない企業っていうのは一度もやらないと。企業不祥事に関する調査研究からも、その傾向は明らかなんですね。転職だけじゃなくって、これは投資の視点でも同じで、僕はね、不祥事を起こした企業の株は買わないと。手放すと。そういうね、ルールでやってます。 基本的に、えー、不正は繰り返されますとで企業文化っていうのはそう簡単に変わらないんですねそんなこと言ったってそんなことないでしょうって、えー、思いたいのは分かるし僕もね人は変わるって信じてるんですけどそれでも企業文化っていうのがいかにねどれだけ変わりにくいかっていうのをやっぱり経営する中で理解してるんですね。 特に大きめの企業になればなるほど企業文化は変わらないです。えー、さっき投資の面で言ったように上場してるぐらいのある程度の年数だったり大きな会社になるともうそれは企業文化はそう簡単に変わらないです。例えばね、できて1年2年たぐらいの出来たてのベンチャーっていうのは10代の子供とかと一緒なんでいきなり全部完璧にやるっていうのはなかなかやっぱ難しいんですね。えー、だ,しだけど、えー、まだまだ若いしやっぱり柔軟性もあるし変わっていきようはあるんですけど大きい年数が長い会社っていうのはもういい年の大人からおじいちゃんとかと一緒なんです。 よねなんで若いうちだったら可能性は高いけどもやっぱ年齢を重ねて人格形成が終わってからでは変わりにくいですよね人でもで企業ってなるともっとそうなんですよだから法令違反をやっちゃうような会社っていうのが、えー、ホワイト企業っていうのはちょっと想像しにくいと思いませんかね皆さんね えー、ということで、これがやばい会社、ポイント1つ目と。で、2つ目のポイントは、離職率が異常に高い会社ですね。離職率が高い会社には要注意と、えー。人がいつかない会社にはいつかないだけの理由があるんですよ。これもね、やっぱり経営している中で僕自身、本当に思います。例えば、就職式法で3年後離職率っていう数字を確認することができるんですね。で、大卒の3年後離職率の平均値は30%前後と。これを大きく超える会社には要注意ということに、えー、なってきます。えー、無料のね、えー、ネット情報で確認し なければ平均金属年数というのが参考になると思いますでこの平均金属年数の平均は約12年だからこれを大きく下回る会社には注意と、えー、いうことになってきますね でちなみに偉そうに言ってるんですけど、えー、僕の会社もね昔はね、えー、3年後離職率とかも30%以上全然あったしで給料はもう良かったんですけど人がね本当に長く続きにくい仕組みだったんですねもう1年とか2年とかで人がねすぐ辞めていってしまうと、えー、労働時間が長いし会社のビジョンが共有できてないから社長というかこの会社がどっち向いていきたいか未来が見えないんですよね結局ねこのままここにいていいんだろうかとか私に未来あるんだろうかとかね、えー、リモートワークとかの IT 化が進んでないんで、えー、女性とかがね結婚して辞めちゃう 働きたいんだけど結婚して辞めちゃうとか、えー、物理的に働けないとか通えないとかいう状況になっちゃったりとかね、えー、そういったことも多かったりあんまり未来に希望を持ってもらいにくい、えー、会社だったんですよねで猛成してね、えー、社員満足度日本一の会社に、ね、見学に行ったんですねこの辺の話はいろいろしてますけど、えー、まとめてねやっぱり社員が辞めちゃったりとか自分のこう意図というか思いが伝わらなくてそんなこと全然考えてないのにっていうところで、えー、社員との溝ができてしまったりとか で大量に人が辞めてしまったりとか、そういったこともあったんで、えー、本当に反省して、社員満足度日本一の会社ね、複数社、見学行かせてもらいました。ね、いろんな社長のところ行って教えてくださいって言ってね、えー、そしたら結構、あのー、皆さんね、快く受け入れてくれて、本当にね、感謝してるんですけど、で、えー、そういう会社とかを見た時にね、あなんだと自分の会社、自分自身が全部悪かったんだっていうのをね、本当に反省して。 でそこからはもう改善どんどんしていったんですね。えー、そうしていくと3年後離職率ね、えー、とかもうほぼ0%にっまあ3年以内に入社してから3年以内に辞める人ってまあほとんどいなくなりましたね。どの時期をまあ切り取るかにもよるんですけど、も、ま、う、あ、ほとんど3年以内で離職する人っていうのはいなくなりましたね、えーと。特に女性って長く続けれない環境だったんですけど、男性の方がね、多い時も多かったんですけど、今や女性の方が多い職場になったりとか、で第三者機関のそういう評価機関、社員満足度調査をする機関とかがあるんですけど、そういった機関からね、 会社方針優秀賞っていうのをもらったりとか全国で上位10%ぐらいに入るような社員満足度だそうですで、詳しくはねこの辺の辞めない優秀な社員の雇い方っていう動画で話してますんで参考にしてもらえたらと思うんですけどそういう経験があるからこそ本当に思うんですね離職率が異常に高い会社はやっぱり何かあると自覚してるかしてないかっていうのはその会社がね置いといてやっぱり何かあるんですよ本当にいい会社いい環境だったらそんなに人って辞めないですからね なんで、えー、この離職率が非常に高い会社には気をつけましょうと。それから3つ目のポイント、ブラックになりがちな業界っていうのがあるんですね。特定の業界に属する企業がすべてブラック企業だって言いたいわけじゃないんですね。この業種は外食産業は全部、例えばブラック企業だなんてね、えー、言うつもりはないんです。ただし、そのブラック企業になりやすい、ブラックになりやすい業界っていうのが存在するっていうのもまた事実なんですね。イメージで言うと、こういう感じです。 ね、この分類表みたいな感じですけどね、えー、やばい業界にはやっぱりブラック企業がすごく多いんですよ。で、やばい業界っていうのは構造的な問題を抱えている業界なんですね。 例えば、需要が減っていく業界では一人一人に過大なノルマが課されがちだったりとか、高コストとか、低利益率の業界では無理にでも人件費を削減したくなると、ここしか、ここを削減しないと利益が出ないからどうしてもここを削減したくなっちゃったりとかね、慢性的に人手不足の業界だったら、人がね、代わりがいないから長時間労働で働いてほしい、求めたくなっちゃうとか、確かにこういう状況の中でホワイトな経営っていうのは維持するのは大変そうなんだって、仕組み的にね、倫理的に どううう、ううなななんだととかじゃなくて、て仕組み的にそそりやすすいいいっていうそういうことですねで。具体的には、えー、こういった業界です。運送業界とかね、えー、外食産業、飲食業界ですね、えー、小売業界とか百貨店、アパレル業界、学習塾、旅行業界、介護業界とかは注意が必要な業界だと、えー、考えられるということですね。 で4つ目のポイントとして一年中採用をやっているっていう企業も気をつけた方がいいと定期的に転職に関する情報収集をしていると年中無休で採用活動をやっているっていう会社を発見することがあるんですね。 例えば皆さんもないですかね経験。あれって、この会社半年前に見たときも募集出てたなとか、いや、1年経ったけどこの会社また募集出てるぞとか、え3年経ったけどまたこの会社やとかね、で特になんか新しい人が入ったりとかブログとか見てもね、うん、そういった何かこう更新されてる形跡もないしとか、えこういう会社には要注意とえ、中途採用の募集を止められないっていう会社は、入社したいって思ってもらえる魅力がないか、え思った人がすぐ入った人がすぐ辞めてしまうか、もしくは成長規模拡大を続け てていいるるっていうどれかでである可能性が高いんですねだからこの成長とか規模拡大中の企業だったらいいんですよ新しく人は入ってるけど、えー、なかなかね人手が足りないどんどん売り上げが上がっていく規模が大きくなっていくから人が足りないってこれだったらまだいいんですけど1とか2のね、えー、人がいつかないっていう会社これは遠慮したいところなんでここは見分けたいところですね。 でやばい会社ポイント5つ目未経験者の給料が高すぎると特別に高い給料が提示されている会社についてはね一度立ち止まってなぜそうなっているのかっていうのを一旦ね、えー、考えておいた方がいいです。 特に未経験者の場合、スキルとか経験が評価されてるっていう理由は考えにくいですよね。未経験者なのになんでこんなに払ってくれるんだろうとか、えーね、スキルとか経験がいきなり未経験者であるわけがないんで、そうじゃないのに高い給料を払ってくれる理由というのは、高い給料を提示しないと人を集められないと、職場環境とかに問題があるとか、見せかけだけ高い給料を提示してるとか、残業代の計算とかにからくりがあったりとかね、残業代はないよとか、えー、30万、月給30万って書いてるんだけど、とかね、 でも実はとか。 提示してる条件と実際の雇用条件が異なるとか、まあそういったケースもあり得るんですね。なんで、うまい話には注意しましょうとえ。ちなみに余談なんですけど、えー、僕の会社ではね、えー、同じように未経験者の時から給料が高すぎるってこれ怪しまれました。ブログとかいろんなものでね、なぜそうなのかっていうのはだいぶ書いてたんですけどね。えー、それでも怪しまれちゃいましたね。価値観が合う人だったらみんなで分け合いましょうっていう、そういうスタイルの、ね、会社だったりとかしたんで、やっぱり最初からね、将来の成長に期待してこれだけ払うよっていう、そういうのでやってたんですけど、 えー、やっぱりそれでも怪しまれちゃったりしたんですよ。なんで、えー、本来の月期よりね、えー、10万円弱低い金額で募集をかけて、で採用が決まったら、えー、決まった人に、実はね、と、お給料がもっと高いんですなんていうね、えー、話をしてました。まあいい意味でびっくりしてましたけど、いや、いいんですかみたいなねあの、びっくりしてましたけど。であとはね、条件がいいとあの、優秀な方ってすごく来ていただけるんですけど、条件のみを見て応募される人っていうのが結構多かったんですよ。えー、僕の会社みたいな知名度が全然ない、小さな会社。 社なんで上場企業とかだったらね、えー、話別だと思うんですけど。 小さな企業だったんでそこであんまり給料が高いと怪しまれちゃったりとかもしくは条件だけを見て本当は僕は価値観の合う人と一緒に働きたかったんですけど条件面だけを見て応募されるっていう方が結構いたんで少し相場ぐらいか、まあ、業界の相場ぐらいかやや低いぐらいの水準で条件を出しておいてで金銭面じゃなくて価値観で合う人が来てほしいなとそこでフィルダリングしてたんですねなんで結果的に価値観が合う人にたくさん給料を支払うという感じですかねこの給料でも来てくれるで価値観 だからもっと給料払うみたいなね、えー、そんな感じでね、えー、逆の方のちょっと嘘をつくというね、えー、まあ嘘をついてるわけではないんですけど、えー、やってたという感じですかね だか,らそれからやばい会社ポイント、えー、6つ目精神論を好む会社ですね募集要項とかねホームページ面接官の発言なんかに、えー、やりがいとか、えー、アットホームとか、えー、夢に向かってとかね、えー、笑顔チャレンジングとかやる気とか何かよくありませんなんかガッツポーズみたいなね、うん、なんかみんなで合間のアットホームな職場ですみたいなね曖昧な言葉が多い会社にも要注意とそこそこはあってももちろんいいんですけど、えー、そこばっかり押してくる会社ですね、えー、もしかするとそれはね具体的 な仕事内容とか福利厚生制度とかをアピールできないから何度でも言える精神論が増えてしまうのかもしれないということですねもちろんこれが全部できたての会社でなかなか出せるものがないっていうね場合はこういうのになったりするんですけどこういったことばっかり出せるところも注意と でやばい会社ポイント7つ目先行中に話が変わっていく会社ですね先行が進むにつれて雇用形態とか給料とか仕事内容とかえ使用期間とか福利厚生制度とかえこれらについてね話が変わっていく会社ってのはブラック企業の可能性ありというかこれかなり高いと思うんでその可能性が非常に気をつけた方がいいです特に雇用形態についてはねえ正社員の面接だったのに気づいたら契約社員ってことになってたとかなんていう話も珍しくないんでこれはよくよく注意が必要と内定直前まで話が進んだらついつい面い 伝説家にいい顔したくなっちゃうじゃないですか何かねここまで進んだしとかなんかねまあよくしてくれてるしこのぐらいでもいいかなとかまあ最初は契約社員っていうことだになってるけどまあいいかなとか思ったりするかもしれないですけどこれはね流されないように気をつけたいですあ一番大切な契約条件とか約束っていうのを守れない企業はこれはダメですね今後も、えー、ずっと断るごとにそうなっていきますから、えー、これは気をつけましょうとそれからやばい会社ポイント8つ目真夜中までオフィスの電気がついていると で最後のチェックポイントはオフィスの消灯時間ですね。いくら会社側が働き方改革やってますとか、長時間労働させませんとか、ね、残業削減に成功してますとかと、えー、そんなこと言ってても、オフィスの伝統は真実を語るって言ってね、えー、最後は自分の目で確かめることも必要かもしれないです。えー、そういえば YouTube でね、本当の残業時間っていうのが話題になったりもしてました。えー、内定自宅するね、えー、前の最後のチェックとして自分で確認しに行っても、えー、いいのかなと、えー、そういうふうに思ったりします。 で、見分け方ね、えー、8つ、えー、やばい会社ポイント8つをね、チェックしてもらったら、次は見分け方2として、他人のブラック企業判定をチェックすると、えー、いうことですね。ここではね、他人の意見というものも参考にしてみましょう。ブラック企業リストを見るということですね。正式名称は、労働基準関係法令違反に係る公表事案というね、えー、なんとも難しそうな名前なんですけど、要は厚生労働省が発表する、いわばね、公式にやばい会社ってことです。 公式にいと、えー、例えば、平成31年の1月から令和元年の12月末まででは、えー、カルビーポテトとか、メ、えー、ニストップ福島八木田店とかね、えー、性能運輸とか、ありがとうサービスとか、えー、これらのね、数百の会社が掲載されてるんですね。でここを見ることによって、公式にやばい会社がわかるということになりますね。それから、口コミをチェックしましょうと。可能だったら、実際に働いてた人の話を聞くって、これがやっぱ一番なんですよね。やっぱ入ってると、働いてた人ってのは内部のことね、やっぱりよく見えてるんで、えーた はいいですよ。そう聞けたらいいんですけど、そんな都合のいい友人とか知人っていうのを見つけるの難しいと思いますんで。であればね、せめて口コミサイトぐらいはチェックしておきましょうと。えー、転職会議とかね、えー、オープンワークとか有名ですよね。これらのサイトをチェックしておきましょうと。もちろんね、必ずしも正確ではないっていう情報もありますし、なんか反りが合わなくてちょっと悪く書いちゃったとか、まあそういったこともあるとは思うんで、注意は必要なんですけどね、自分自身で考えないといけないけど、さっと目を通しておくっていうのは、えー、参考になるんじゃないかなと。たくさんやっぱりね、あの悪く書いてあるってとこは、 やっぱなんかそれなりにあると 見分け方3つ目、転職エージェントを使いましょうと。見分け方3は、ね、求人経路のチェックです。ものすごくざっくり言えば、転職サイトを通して求人募集をしている会社と、転職エージェントを通して、えー、求人募集をしている会社と、この転職サイトを通しているか、転職エージェントを通しているかっていうのを比べてみると、転職エージェントを通して求人募集をしている会社の方がブラック率低いんですね。どうしてこのエージェント経由の方がブラック率が低いのかっていうと、えー、転職サイトよりね、転職エージェントの 方がいい理由ってことで企業の立場で考えるとエージェント経由の採用の方は高コストなんですよね企業側が高コストなんですよ だから、高いコストをかけてまで採用した人材には、すぐに辞められたくないわけですよね。わざわざ高いお金を払って、えー、高いコストをかけて採用した人材なのに、えー、使い倒してね、えー、とにかくもうすぐ辞めてしまうような環境を作るやっぱもったいないと、えー。企業側が大事にしようと、自然と人材を大事にしようという意識が働くんで、たくさんのお金をかけて採用した人だから大事にしようということですね,ね。そもそも採用活動にお金をかけられるっていうのは、それなりに利益が出ているとか、えー、人材に投資する気持ちがあるって、この二条件を満た 会社だけなんですよねなんで、えー、構造的にこうなりやすいということでじゃあどこの、ね、転職エージェント使ったらいいのってとおすすめの転職エージェントとしては、えー、これらになりますね、えー、20代はマイナビエージェントそれから30代以降は JAC リクルートメントをおすすめしてます過去の動画でも出したことがあるんですけど今も同じ考えですで僕の友人もね、まあ、数人使ってて実際のところを知った上でおすすめできると友人の小人株は7つ,のた、えー、7つの転職サイトとかエージェントを利用した上で最もブラック企業対策に協力して てててくれるっっ感じた2社と、えー、こういういに言ってますで実際僕の方にね、LINE とか Twitter の DM とかいろんなもので質問とか、えー、意見とかね、感想いろんなもの来るんですけど、えー、実際ここを使ってね、転職、えー、して年収アップしましたとか、すごく良かったですっていう方多いです。で、えー、転職エージェント使ったことあるんですけど、あんまり良くなかったってのはね、えー、ここ以外のよくあんまり聞いたことない名前の会社とか、えー、とにかく入れようとしてきましたとかね。 とにかく転職させようとだけしてきましたみたいな不満があるところというのは結構ここ以外のところが多かったですね。JC リクルートメントは即戦,力え即戦力採用でハイクラスの求人を狙う人には合ってるんですよね。えー、目安としては年収600万以上の人だったらばっちり優遇してもらえるとえ日経外資それぞれに良質な求人案件が多数揃っててエージェントさん自身が結構ね優秀な方が多いというのが特徴かなと思いますで。マイナビエージェントの方は若手の求人を中心にね日経大手企業に強いエージェントなんで 周りでも対応が抜群に親切っていう声がすごく多いです。業界知識があって優しいんでね、安心して相談できると思います。で、おすすめエージェント2社については、この動画の概要欄に公式サイト載せておきますんで、で転職エージェントってそもそも何と、えー、よくわかんないっていう方は、えー、この動画見てほしいと思います。転職サイトではなく、転職エージェントを使うべき理由ですね、年収アップさせたいんだったらという、この動画見てほしいかなと思います。 でおまけとしてそれでもブラック企業だった時の保険として注意点3つを抑えたとしてもブラック企業に当たっちゃう確率っていうのがゼロにはならないんですよね100%絶対にブラック企業を見分けられる方法っていうのは存在しないんですよあるんだったらねお伝えしたいんですけどないんですよで同じ会社でも職種とか部署によってやっぱブラックとかホワイトが分かれることもあればやっぱ相性とかね、えー、それぞれのね、えー、個々の人の感じ方っていうのは、えー、差はあるからですねで万がが一転職先がブラック企業だったとしても大丈夫な 方法はあるのかっていうと、例えばこういったものを持っていれば、ブラック企業に当たってしまった場合の保険になるよといつでも転職できるスキルとかね、えー、独立起業して稼げる力、それからまとまった資産収入ってこの3つがね、ものすごく大事なんですよ。これらを手に入れる工夫をしておくってことも、一種のブラック企業対策になるよということですね。いつでも転職できるスキルがあれば、ブラック企業からの脱出は簡単ですよね。 自分の身を守ることを思えば、自分の転職市場での価値を意識して、えー、それをアップさせる経験を積むと。で、スキルを伸ばすと。えー、こういう意識は働いていく上で不可欠なんですね。で賢く自己投資をして、スキルを積み上げておきましょうと。えー、この辺ね、見てほしいですね。使わないと、損サラリーマンが20%オフで自己投資する方法という動画見てほしいと思います。知らない方多いんでね,ね。それから2つ目、ねね。独立起業して稼げる力があれば、やばい会社にはいつでもさよならできますよね。転職直後に限らず、職場がいつブラックか。 すするかかわらなないってのののが今の世の中なんでもともとはそんなブラックじゃなかったんだけど、えー、ブラックになっちゃったとかね、えー、小さい会社とかだったら社長が世代交代してブラックになっちゃったなんていう会社もあったりとか、まあ、景気が悪化して人手不足になったり人事異動による、ね、パワハラ上司の降臨とか、えー、リストラによる職場環境の悪化とか、まあ、副業などでビジネスを始めて、えー、小さくとも自分個人で稼げる力を手に入れておくっていうことはこれはねもしもの時の保険もしもの時の自分保険ですね。 として有効な手段だよと、えー、この辺の動画見てほしいと思います。じゃあ何をやって稼いだらいいのと、えー、いう話はこの辺ですね。貯金増やしたい、そのうち会社辞めたい。それならこの副業をやろう8000と、えー。稼ぐ力っていうのを育てておいてもらうことで、給料以外の収入を増やしておいてもらうことで、えー、本当の意味で自分の身を守るお守りになると思いますんでね。 それから、まとまった資産収入があれば、もちろんブラック企業は怖くないよと。えー、まあ、それはそうだけどと、そんな人はそもそもブラック企業で悩まないでしょってね、えー、思いますよね。まあ、それはおっしゃる通りなんですね。とはいえ、そういう状況に少しぐらいは近づいていきたいわけですね。ブラック企業は嫌だって思っているこのタイミングも、資産形成について勉強したり行動したりする一つのきっかけにできるわけですから。 この増やす力っていうのを身につけてね、金のニワトリちゃんとを育てておけば、えー、非常にね、自分の最低限の生活インフラね、生活費の足しになってくれると思いますんで、えー、自分一人じゃなくて、自分のためだけに働いてくれる金のニワトリちゃんをね、えー、小さいとこからでもいいんです、少しずつえ育てていきましょうと、ね。投資なんて何から始めていいかわからないっていう方でも、このチャンネルで一から学んで行動できるようにしてますんで、この増やす編資産を増やす力を育てようっていう、えー、このカテゴリーにまとめてますんでね、えー、ぜひ見てほしいと思います。動画の概要欄から、えー、今日の動画で紹介して してる内容のものは全て見れるようになってますんでね。 で、まとめに行きたいんですけど、ブラック企業で苦しまないためにと、ブラック企業に当たらないために打てる手は、すべて打つっていうのがおすすめだよと。なぜなら、環境は意外と簡単に人の心身を壊すからですね、働く人にとってブラック企業はなかなかの脅威ってことですよ。人ってね、ブラック企業とかそういうダメな環境で働,く働いたりとかいると、割と簡単に壊れちゃうんですよね。えー、今すぐやめるべきブラック企業の特徴3つっていう動画でも話したんですけど、えー、そういったね、えー、ところにいると、本当に体も心も壊しますから、 これは、ね、早く逃げましょうと。で、ブラック企業をそもそも、えー、避けたいわけですよね。えー、なんで、このブラック企業を避けるための注意点は3つと。えー、自分でヤバい会社、ポイント8つをチェックしようと。えー、過去に法令違反があったり、えー、離職率が異常に高い、ブラックになりがちな業界、1年中採用をやっている、未経験者の給料が高すぎる、精神論を好む、選考中に話が変わっていく、真夜中までオフィスの電気がついていると。えー、この8つの、えー、ポイントね、やばいポイントを、ね、チェックしましょうと、えー。それから他人のブラック企業判定をチェックすると。 ブラック企業リストを見たり口コミもチェックしましょうと。鵜呑みにするのもよくないですけどね。えー、それから転職エージェントを使いましょうと。えー、20代はマイナビエージェント。30代以降は JC リクルートメントを使うのがおすすめだよと。ね、3つの注意をしっかり守って少しでもブラック企業回避率っていうのを上げてほしいですね。これらをやってもらうとだいぶ、えー、回避できるとは思います、えー。ぜひ後悔のない転職活動をしてほしいなと思います。以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。テレビ台よるコミュニティね。無料でやってますんで。そういった転職に ついてのチャットとかかもありますらぜひ情報交換とかね有効活用してほしいと思います今日が人生で一番若い日ですから転職もね自分の人生を良くするための大きな行動です世の中には会社が400万社あるわけですから400万人もお付き合い候補がいるっていうねそういうことですね DV 会社とかと出会っちゃったりとかねそういうのはすぐ別れる班も離れるべきですで会わない会社っていうのもこれは離れた方がお互い幸せになれると思います今はいい会社に出会う機会がたくさんある素晴らしい人生 ですから自分自身も磨きつつ自分には素晴らしい会社っていうのを見つけていってほしいと思います、えー。今日からしっかり学んでいい人生にしていきましょう。っていうところで終わりたいと思います。今日もありがとうございました。